あの生活保護をもらえないようにする窓際作戦とか役所の人がやったりするじゃないですかでそれって、ね、誰が幸せになるんだろう,って思うんだよねあのもちろんその不正に生活保護を受けるる人はは良くないいっていうのは分かるのかよでも不正の定義も難しいしでじゃあその不正じゃない人も断って要は気の弱い人が受けられないっていう状態になっちゃうんだよね生活保護って。 あの「親戚いるでしょ?」働けるんでしょって言われたら「ああそうかもしれないです」って言われたら「申請書もらえない」みたいな。でだ気の弱い人だけ損をするってことになるのであんまりそれってよろしくないんじゃないかなと僕は思うのですよ。なのであの誰しも生活保護がもらえるっていう方がうまくいくんじゃないかなと思ってるんですけどもうそうだったら生活保護って呼ばないでベーシックインガムって呼んで誰しももらえるっていう方にした方がいいかなそう住所なくなると終了なんだよね。 その「お金がありませんホームレスになりました」っていう人が「生活保護欲しいです」って言っても「あでも住所ないですねじゃあ出せないですよ」って言ってあの門前払いになるっていうなかなか不思議な仕組みまあフランスの難民申請もそうなんですけどね「難民です」って言ってもあのフランスに住所がないと難民って認められない窓際作戦あれ窓口作戦窓際作戦 あの生活保護の申請の申請書がまずもらえないっていうその申請してそれがもらえるかどうかの判断に行く前にまずその申請するためにこう名前とかを書く水際作戦かそれだごめんごめん、はい。っていうのがもらえないっていうのが日本あるらしいです。弱者に厳しいんですよね